我々のグループはいつも日本政界のど真ん中にでいろんな仕事をしてきたというそのことを私たちは肝に銘じて引き続いてやり遂げていかなければならないと。自民党額賀派は額賀会長の後任として派閥創設者の竹下登元総理大臣の弟である竹下渉総務会長を決定しました。竹下派は55人を擁する自民党第3の派閥で秋の総裁選では誰を支持するのか注目されています。